フィッシングギャングのあずさです。今回はですね、沖縄の、ミーバイ河川ゲーム、まあ河川にいる方を、まあ、こういったプラグで狙っていく釣りを、まあ、紹介していきたいと思います。まああいにくの雨でですね、ちょっとすでにちょっと濡れちゃってるんですけど、まあこれから止むことに期待してちょっと頑張っていきたいと思います。では早速実況していきます。今こっちに排水溝があってですね、その排水溝から流れた水で少し下がえぐれて深くなってます。でそういう排水溝の周りっていうのはやっぱりボラとかカニとかそういう、ミーバイとか、まあ、こっちの、大好物が集まるので、その周辺を今からちょっと探っていきたいと思います。ユダヤミーバイですね。このあ、すいません、電気がこちらユダヤミーバイ、本来だったらもうちょいアベレージ大きいんですけど、まあでもこんなこれぐらいの大きさのルアーでも、まあ、このサイズが食ってくると、体の半分って言っても過言じゃないぐらいの大きさのルアーでも果敢にアタックしてくるんですよね。まあ、こういう街中の河川とかでですね、こう場所釣り感覚とかでクランクとか、まあ、シャットをくるくるただ巻いてくるだけの釣りで、まあ、こういうミーバイ、まあ、美味しい魚ですね、こういう魚が釣れるゲームもあります。こう石畳が並んでて家みたいな感じになってるんですけど、その中でも排水溝があったりだとか、この、コーナーになってて、まあ、流れが淀む部分に、砂が溜まったり泥が溜まったりして浅くなってる部分だとか、こういう駆け上がりなどを狙って、まあ、釣っていく釣りが、まあ、この旗ゲームですね。沖縄の旗ゲーム、いわゆるミーバイ。はい、今回のタックルをご紹介します。今回のタックルは、ロッド、こちらはシマノから出ているディアルーナ BS ですね。もともとボートシーバス用のロッドです。こちらを使用するメリットとしては、まあこういう旗ゲームはそんなに飛距離を、必要としません。どっちかというとこうピンポイントで打っていく釣りなので、こうショートロッド、割と短い7フィート前後の竿で、まあ、ピンスポットを打っていった方が、まあ、効率よくミーバイを狙うことができます。それとですね、まあ、そこそこのパワーがありますので、こちらは、7フィートの MH ミディアムヘビーのロッドを、まあ、使用してるんですけど、こちらのミディアムヘビーとしてはやっぱりこの河川のミーバイ、根に潜る魚なので、40センチ、50センチという魚も実際います。そういう魚と、パワーファイト、ガチガチでやり取りする上では、やっぱりこのミディアムヘビーぐらいのパワーがないとちょっと太刀打ちできないので、自分はこのロッドを使用しています。今回使用するリールはツインパワー XD の 4000XG 番の XG ですね。まあサイズは3000番から4000番がベストだと思います。使用するルアーも多少大きいので、8センチ前後から、まあ、大きくて10センチぐらいまで使うこともあります。でそういうルアーを、まあ、ストレスなくキャストできるし、大きい魚に 4,50 センチの旗が根に突っ込もうとしても、ガチガチでファイトして一気に引きずり寄せることができるっていうパワーも兼ね備えているのがこちらの XD ですね。今回使用するラインはバリバスから出てるショアキャスター PE の 1.5 号です。それにリーダーはフロロカーボンの20ポンド5号です。5号を使用しています。まあフロロカーボンを使用するメリットとしては、やっぱり根魚なので根ずれがつきものです。そのある程度根ずれしてもしっかり強引に引き剥がせるぐらいのパワーと、まあ、その魚に相当する号数としては自分的には20ポンド。これがまあベストではないかなと思ってます。今回使用するルアーはこちら、シマノグのフリューゲルの 85D というモデルです。もともとトラウト、
あの桜マスだとかですね、マス系を狙うルアーなんですけど、桜マスだとかブラックバスだとか、そういう淡水寄りの魚を狙うルアーってのはソルトに比べて結構立ち上がりも早くてキビキビ動くんですよ。で結構この旗狙う時もスローに巻くことが多くて、どちらかというとこう遠投性能があって、早巻き系のルアーよりはこのそんなに飛ばなくてもキビキビ動くルアーの方が効果的には上がるので、僕はこちらの、まあ、桜マスと使うようなルアーを使用することが多いです。8センチ5ミリと、まあ、一瞬ちょっと大きいようにも見えるんですけど、ミーバイという魚自体がやっぱ口も大きくて、自分の体半分ぐらいの餌でも襲いかかってくるんで、全然これぐらいでもちっちゃいのから、まあ、マックス50センチぐらいまでの魚まで狙うことができます。小さいルアーで丸飲みされて切られるよりはある程度大きいので、丸飲みさせずにリーダーが歯に当たらないようにしてやる方がキャッチ率は高いです。だから僕はこれぐらい少し大きめのルアーを使用します。さっきユダヤミーバイだったんですけど、こちらはヤイトハタ、アハラミーバイになる子供です。黒、点が黒いのが特徴です。はい、やりました。地面にゴツ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 って当たってて、でそれで、あ、このまま行くと根掛かりしそうだなと思って、少しマックスピードをゆっくりに変えた途端、ゴンってきました。スピードにメリハリつけてもいいし、たまたま釣れるっていうのもこともあるので、まあいろいろ試してみるのわけです。今のたまたま？たまたまってね、ぶっちゃけ。正直に言います。たまたまです。お疲れ様でした。今回ですね、まあこういう河川でのミーバイゲームをまあ紹介してきたんですけど、まああいにくの雨、土砂降りで、まあずぶれになりながらもちょっと投げまくって、なんとか2匹。しかもその2匹がですね、ヤイトハタとユダヤミーバイ。まあ、実調時間っていうと30分ぐらいなんですけど、こういう評価が得られることができるので、結構初心者の方だとかみんな入りやすい釣りだと思います。なので、皆さんもぜひこのミーバイ河川ゲームぜひやってみてください。今回はありがとうございました。